三国時代で一番面白いのは群雄割拠の時だと思う。乱世が好きなゆっくり霊夢です。弱小勢力だった曹操が成り上がり、領土すら持ってなかった劉備が皇帝にまでなるんですから、人生は何があるか分かったもんじゃありません。そういうドラマチックな人生が好きなロマン派の悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは蜀の皇帝、劉禅の長男で後継ぎだった男、劉禅よ。彼は皇太子なのにいまいち影が薄い男なのよね。まあ蜀という国自体が劉禅の代で滅びていますからね。その劉禅の息子である劉禅の影が薄くなるのもまあ当然といえば当然の話です。さて改めて紹介するのは劉禅、あざ名を文公。若い頃はやんちゃをしていたものの、後に高尚な人物だと称えられた男。彼は一体どういった人物なんですか？劉禅は優秀卓軍卓研出身の男で、先に述べた通り蜀の二代目皇帝である劉禅の長子にあたる男ね。彼は238年に弱冠15歳にして劉禅から皇太子に任命された男よ。劉禅はまだ幼い劉禅のことが不安だったのか、劉備の時代に功績を残した名臣、郭俊の息子の郭翼を中書士に、任命して彼に劉禅の教育を任せたの。劉禅はこの時相当若かったのも影響したのか、騎馬や医術を好み、さらに宮中兵の出入りに対して節度がなかったものの、ここで劉禅の教育係である郭翼は劉禅が失態を犯すたびに釘を用いて彼を注意したため、劉禅の人格は大いに磨かれたみたい。まあ、どれほど磨かれたのか、とかは歴史書に書かれていないんだけども。まあでもよく言いますよね。若い頃は相当やんちゃしてたけど、大人になったらこれがなりを潜める人ってのは、現代でもそうですし昔の武将にもそういう人はたくさんいます。劉禅も郭翼の注意や年齢を重ねることで少なからず成長したはずです。それからしばらく時代が過ぎ、優れた文官としての素質がありながら、なんかクソほど性格に難があって職で出世できなかった文官、猛攻は秘書老月星に、劉禅様はどのような書物を読んでおられるのか、またどういう性格をしているのだ、と質問したの。これに月星は、劉禅様は親に仕えて慎むことを、朝から晩まで続けております。まるでそのお姿は古の名太子の風格であります。それに側近たちにも仁愛を持って接しております、と返した。良い風に言っているように見えて、月星は抽象的で当たり障りのない回答をしているとも言えるわね。この月星の言葉を要約すると劉禅は、親孝行で部下に優しい、ってだけですからね。そんな人物天下のどこにでもいます。さして珍しいことでもありませんぜ。まあ猛攻もそう思っていたもんで月星に、は。君の言葉は民間でもよく聞く話だな。私が聞きたいのは劉禅様の臨機応変さや才智についてだ、と返したの。するとこれに月星は、大使の道というのはお父上である陛下の意志に従い、陛下を喜ばせることにあります。決して自分勝手な、行動をしてはいけません。それに才智は胸に秘めておくものですし、臨機応変さも絶体絶命のピンチが訪れないと発揮する機会がないので、これがあるのかないのか私には判断できかねます、と発言したの。むう。確かに月星の言葉にも一理あります。一理はあるけどそれが正論だとは思えないけど。猛攻は月星が慎重に言葉を選び、自分に対していい加減な議論をしない男だと思ったので彼に、俺はさ、大将軍の妃様に直言を言ったり他人に遠慮などしたことなかった。いつも他人の欠点を言ってきたもんで俺は世間の嫌われもんよ。君の言葉を聞くに、君だって俺に良い感情は抱いてはない、だろう。しかし言葉にはそれを言う論理が存在する。今、天下は未だ平定されていないので英知の力こそが重要だと私は考えている。これは生まれながらに持っている人物もいるにはいるが、努力によって後天的に得得することも可能だ。劉禅様はお勉強をしているようだが、我々のように博識になって人から質問を待つような人物になっても良いのか？博士が難しい問題に答えてそれで職位を取るような知識を身につけて何になるというのだ。故に臨機応変さや才智を磨くことを重要視して勉強するべきなのである、と答えたの。これを聞いて月星はもっともだと思ったようね。
確かに。一般常識程度の知識を勉強することも君主にとって大事ですが、それ以上は学者の仕事であって君主の仕事ではありません。故に毛公は英知を会得する勉強こそを一番にすべきだと主張したわけですか。しかし、劉仙がその勉強した知識を発揮するよりも前に、蜀和魏の国からの攻撃を受けて劉仙が降伏したので、お国が滅びちゃったの。その後、劉仙は姜維と蒋介が成都で反乱を起こした際にこの混乱に巻き込まれて乱兵に殺害されたみたい。この時、劉仙は41歳だったようね。君主になるために勉強をし続け、それを発揮できずに散った男でした。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。劉禅の息子である劉禅も撃たれたことから、姜維と蒋介の乱のめちゃくちゃっぷりが伺えますぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。